こんにちは、タケです。今日はこちらのシンプルなジャケットを作っていきたいと思います。今回ボタンはつけないんですけれども、お好みでボタンをつけるのもいいですね。トップでもいいですし、この辺に一つつけるのもいいですね。お袖付けがありますけれども、まず肩を縫って袖下を一気に縫う簡単なやり方ですので、一緒にやっていきましょう。ポケットをつけます。ジャケットにポケットあるとやはり便利ですよね。早速用意するものから作り方の方をお伝えしていきます。用意するものはこちらです。表地、今回ジャケットですのでやや厚手の生地を用意しました。こちら140センチ幅ありますけれども、この場合だと 2.3メーター必要になります。120センチ幅以下のものでしたら 2.6 メーター必要になります。あとですね、袋布の片面に使用します。こうスレッキのようなシーチングのような面生地でいいと思います。こちらは袋布の片面だけですので、60センチ×30センチ。接着芯、ポケット口に細長く貼るだけですので、ほんの少々。あと型紙を作るのに、カレンダーの裏とか梱包用の紙でも何でも大丈夫です。それでは型紙の説明からしていきます。囲み製図ですごく簡単ですので、一緒にやっていきましょう。でそしてこの一通り説明した後に、真上から撮った全体像でお見せしますので、そちらを動画を止めてじっくり見ていただければ書けちゃいますので、やってみてください。黒い線がガイドラインになっています。赤い線が実際の型紙のラインになります。この型紙の紙はこちらを使いました。ダイソーの方眼紙になっているので、すごく便利だと思います。手芸店で買うと結構お値段するんですけれども、ダイソーさんでしたら100円で購入できるので、これがいいかと思いました。でまず後ろ身頃ですね。縦が83センチ、横が35センチの線を引き、上から10センチが襟ぐりのライン、17センチが肩の袖ぐりのラインっていう風に変えていきます。6センチ下がったところが、袖付けの位置で、そこから22センチ、これが袖ぐりになります。脇の下の袖ぐりのところはこちら 31.5センチ、でこちらとこの肩の線結びます。2センチ中に入る、ここを自然に結んだ線が袖ぐりのラインになります。これで描けちゃいますね。この黒いガイドラインのセンチの通りに描き進めていけばもう簡単です。脇はこの袖ぐりのラインから裾の35センチ幅のところをもう直線で引きます。後ろは1センチ上がります。10センチを入ったところを目安にゆっくりカーブを引きます。でこの裾から16センチ上がったところ、こちらがポケット口にしてます。でこの青い点線なんですけども、これがミシンの走るラインですね。で少しこの角は縫い代を多めにつけています。見返しは襟ぐりから6センチ幅でぐーっと描いていきます。でこちらが後ろ身頃です。輪になっていますので、こちら後ろ身頃1枚裁断します。続いて前身頃です。全体の長さは後ろと同じように83センチ、幅ですけれども、裾幅は後ろ身頃よりこの前中心から2センチ
多く取りますので37センチ幅。そして襟ぐりは9センチ下がります。でこちら中心より2センチ多くつけた部分ですね、10センチ入ったところが襟ぐり、そこから17センチが肩の付け根になります。ここ10センチ17センチ後ろと一緒ですね。6センチ下がります。これこちらも後ろと一緒です。でこちら襟ぐりのラインはここの線をまっすぐ引いたところから 2.8 センチ内側に入った点を結びます。袖ぐりですけれども、後ろの方が若干寸法が長いですね。で前は 21.3 センチ、こちらが袖下になりますね。そして中に2センチ、2.5 センチ入ったところを緩やかなカーブで結びます。で前は裾から2センチ上がったところを裾にします。裾から16センチ、こちらポケット位置になってますね。脇の下からまっすぐ引くだけです。で前見返しは肩から6センチ幅、前端から9センチ、こちらをこのようなカーブで結びます。でこれが見返しになりますね。前身ごろ裁断してから後で型紙の見返しをカットして、ここで袖口の合い印のことを説明しておきます。この肩の線と脇の下まっすぐ線引きましたね。ここの13センチのところを合い印にします。そのままこう袖ぐりのところに持ってきて合い印にします。こちら前身ごろですね。前身ごろ、後ろ身ごろも同じように肩から13センチのところを合い印にします。このまま袖ぐりの方に持ってきて印にします。続いて袖の説明です。袖も簡単ですのでね、やっていきます。まず十字に線を引きます。下に45センチ、上に7センチ、で前の方に 22.5 センチ、後ろの方に 23.5 センチ。こちらを取った点と、屋根のように三角にまっすぐ線を引きます。こちらもまっすぐ線を引きます。この7センチのところが、こちらが袖山になりますね。ここから12センチのところに目安に屋根の線から1センチ上がったところを通り、今度は 0.5 センチ下がったところを通り、というふうにこう滑らかな線を描きます。でこちらが前の袖山の部分ですね。後ろの袖山はこのまっすぐのラインから 10.5 センチは直線でいいと思います。この袖山から14センチでここの部分1センチ盛り上がります。こう緩やかに結んだ線で、これが袖山のラインになります。で袖口ですけれども、後ろの方に19センチ、前側に18センチ。でこちらをまっすぐ結ぶだけです。このまま縫い代もまっすぐ行ってしまいますと、折り上げた時に幅が足りなくなってしまいますので、このように折り返します。でポケットは20センチ×縦25センチ。の長方形から作っていきます。でそれぞれの角ですね、こちら5センチ、2センチ、6センチ、10センチ入ったところの点から2センチ下がった、点をこう通るように書いていきます。ポケット口は17センチです。でこちら表地が2枚、シーチングを2枚。全部表地でやってしまいますと、ジャケットの場合厚みがありますので、
表身頃につく方のポケットはシーチングのような薄い生地がいいかと思います。薄手の生地でしたらこの表地で4枚裁断しても大丈夫です。それでは型紙を赤いラインでカットしていきます。前身頃をカットします。はい、袖を切ります。ポケットを切ります。後ろ身頃から裁断していきます。こちら輪になっています。縫い代込みですので型紙通りに切っていきます。袖付けの合い印のノッチを切り込みを入れておきます。ポケット付け位置に合い印を入れておきます。後ろ中心にノッチを入れておきます。続いて前身頃をカットするんですけれども、耳の部分は引きつれてますのでここカットしておきます。そして生地の上下がある場合ですね、逆さまに輪にしないでこう切り離して同じ向きにしてください。そして柄合わせがある場合、後ろ身ごろを裁断したものを当てて柄が合うように型紙を乗せてきます。そして裁断してきます。袖付けの合い印切り込み入れておきます。ポケット口に合い印を入れておきます。ここで前見返しの型紙をカットしちゃって前見返しを裁断しちゃいます。これですね、また使いたいときはマスキングテープで貼れば何度でもつけたり取ったりして使えますのでやってみてください。前身頃と見返し裁断しました。袖を裁断していきます。生地の上下がある場合、両袖とも向きを合わせてください。袖付けの合い印に切り込み入れておきます。黒布の表地2枚裁断します。袋布の片面を裁断します。表地が厚手の場合は片面は薄手のスレキのような生地がいいので2枚裁断します。型紙の後ろ見返しを切り離して見返しを裁断します。裁断したものはこちらです。後ろ身ごろ1枚、前身ごろ1枚2枚、前身ごろの見返し1枚2枚、後ろ身ごろの見返し1枚、袖1枚2枚、袋
袋布ですね。袋布、表地の袋布1枚2枚、裏の袋布1枚2枚とポケット口に貼る接着芯、1センチの幅で17センチのものを1、2、3、4本裁断したものは以上です。でこちら厚手の生地ですので、今回見返しに接着芯は貼りませんけれども、もし薄手の生地でしたら接着芯を貼ってください。それでは縫製の方に入っていきます。まず見返しを縫います。見返しを後ろと前を中表にして縫い代1センチで縫います。見返しの端にロックミシンかけていきます。今ロックミシンをかけたのは見返しの内側ではなく外側ですね。外側をぐるりと一周かけてきました。次はですね、各パーツ縫い合わせる前にロックミシンをかけていきます。ポケット口には接着芯貼ってあります。後ろ身ごろ2箇所と前身ごろの2箇所ですね、全部で4箇所接着芯が貼ってあります。ロックミシンかけていきます。裾と襟ぐりもかけませんね。裾と襟ぐりを除いてロックかけていきます。襟ぐりと裾を除いてロックかけてきました。前身ごろもですね、襟ぐりと裾以外ロックかけてきます。前身ごろは肩、袖ぐり、脇をロックミシンかけてきました。襟ぐり、前端、裾にはかけていません。もう一枚の前身ごろも同じようにかけていきます。続いて袖にロックミシンかけていきます。袖口は後でかけます。袖口以外ぐるりとロックミシンかけてきました。もう一方の袖も同じようにかけてください。続いてポケットの袋布の4枚ですね、ぐるりとジグザグかけてきます。あとの3枚も同じようにかけてください。で後ろ身ごろにポケットの袋布の表地の方ですね、こちらを身ごろのポケット口に接着芯貼ってありますね。このポケット口に合わせてこちらは縫い代7ミリで縫っていきます。もう片方も同じようにポケットをつけます。次は前身ごろに袋布をつけていきます。ポケット口接着芯貼ってありますね、こちらに合わせて縫っていきます。縫い代7ミリで縫います。もう片方も同じように縫います。ポケット口はアイロンで押さえておきます。こちら後ろですね、前側のポケットもこのように縫いました。開いてアイロンで押さえておきます。次は後ろ身ごろと前身ごろの肩を縫い合わせます。中表にして肩を縫います。縫い代1センチで縫います。縫う片方の肩も同じように縫います。肩を縫ったらアイロンで縫い代を割っておきます。で次は袖付けですね。でこちらが今縫った肩線で、こちら袖ぐりになります。袖をつけていきます。袖山を中表に合わせます。後ろと前を間違えないようにしてください。後ろ身ごろ側にこのお袖の後ろの部分、切り込みを入れましたね。ここが後ろの袖ぐりの合い印になっています。袖山を合わせ、後ろの袖付きの合い印と合い印、ここが合うように
前側は前側の袖の合い印、ここが合うようにしてください。このようにして袖ぐりを縫います。袖をつけていくんですけれども、袖下の部分、ここの袖下の合わせ方ですね、この縫い代1センチの部分、ここが縫い目です。合わせて開いた時に段差なくぴったり合っていれば OK です。縫い代1センチで縫っていきます。はい、もう片方の袖です。袖下合い印、袖山合い印、袖下を合わせてきました。縫い代1センチで縫っていきます。袖ぐりを縫ったらこのような形になっています。今度袖下を縫っていくんですけども、その前にこのポケットをつけたポケット口を割りました。この割った際をコバステッチかけておくといいですね。こちらもコバステッチかけておきます。前身頃側の方もコバステッチかけていきます。このようになっています。もう一方も同じようにポケット口かけておきます。はい、そしたらね、袖下から脇ポケットをぐるりと縫って、また脇ですね、このように一気につなげて縫っていきます。まず袖下を合わせます。縫い代は割ります。ポケット口を合わせます。縫い代1センチで縫っていきます。はい、もう片方も袖下、脇、ポケットをつなげて縫っていってください。脇を縫ったらポケットがこのようにできています。ポケットを上からアイロンで押さえておきます。で、次は見返しと表地を中表に縫っていきます。中表に合わせます。肩線と肩線、後ろ中心を合わせ、前端を合わせてぐるりと一周縫っていきます。ここは3センチ折り上げるので、3センチのところを見返しをぐるりと縫ってきたら、この3センチの位置でL 字型に縫ってきます。こちらもですね、裾から3センチのところ、前見返しの中心位置ですね、合わせて裾から縫っていきます。前端は縫い代1センチで縫っていきます。襟ぐりは7ミリの縫い代で縫っていきます。前端はまた縫い代1センチで縫っていきます。裾上げ3センチの部分で L 字型に縫っていきます。見返しを縫ったらこのようになりました。見返しの裾は縫い代1センチのところでカットしておきます。襟ぐりのカーブのきついところは切り込みを入れます。はい、そしたら見返しを返します。この角はきれいに折り込んで表に返します。裾も L 字型に袋状になっているので、角をきちんと折って返します。
見返しを裏側に少し控えめにしてプレスしていきます。このようにこちら側もアイロンで整えてってください。見返しを整えたら裾を3センチ上げてアイロンで折っときます。このようにアイロンで癖つけしてって袖も3センチ折っておきます。袖と裾のヘムをアイロンで折ったらロックミシンをかけていきます。両袖と裾のヘムにロックがかかりました。はい、それではね、いよいよ仕上げのステッチかけていきます。前端と襟ぐりをぐるりと5ミリ幅でステッチかけていきます。仕上げのステッチがかかりました。あとはですね、袖と裾と見返しの端を縫うんですけれども、ミシンで縫うのもありですが、手でまつった方が一気にね、高見えするお洋服になりますので、ここは手でまつりたいと思います。裾をまつっていきます。この前端の裾ですね、ここをまつってこちら側に進んでいきます。表に響かないようにまつります。はい、袖口、裾、見返し端もぐるりとまつってきました。これで完成です。完成です。フードと合わせればカジュアルっぽく着れます。襟がないといろんな風にアレンジが効いていいですね。ゆったりめの M から L サイズの感じです。ニットと合わせればしっかりお出かけできる1枚になりますね。ありがとうございました。また見てくださいね。